恐ろしい。正解が4人以上いなければ10ポイントもらうからな。なんだって愛媛県のグルメ問題。愛媛宇和島でめでたい席に出される料理、はい、福麺、はい、甘辛く味付けしたこんにゃくの麺を覆うように4つの季節を表す具材を乗せるんだが、春と冬はそれぞれピンクと白のそぼろ、秋はみかんの皮、では夏を表す緑色の具材は、え、 A ほうれん草、 B ネギ。うわむずい。さあ選べ。いやこれむずい。脱落した人も含め7人全員で A か B を選んで回答してください。あ、半分も当たらないとはだらしないな。10ポイント、約束通り10ポイントはいた